れるか。で、大きいマップにして。で、どこ？今は。あ、で、さっきのところ光ったかな。うん。あ、光ってるね。あ、光ってるね。そいでそいで、下に降りるんですね。下だね。ほんと走りゲーだよね、このゲーム。ファストムーブ3。ファストムーブ3だよ、これ、ほんとに。もうちょっとマップ狭くてよかったんじゃないかなと思う。確かに。と、これで、またストーンって。ストーンって。こっちとかなかったと思うんだけどな。あら？ん？みんないないの。あ、ここか。落ちちゃっていいわけですね。せーの、ストーン、ストーン。うん、なんか蜂が刺してきてる。ちょっと蜂連れてきた。あれ？この人もう。あれ？これ自殺してた。あれ？あれ？何？今の星どこ？あれ？あれってスタート地点？いや、じゃあスタート地点の星じゃない。よかったな。あ、もしかして、あ、上に光ってる。あー、しまった。あ、そこに席があった。あー、痛恨のミス。みんなでサクサク落ちてきちゃったよ。はい、だってみんな落ちたからだね。クミの言う通り集団で行動してたから。やってしまった。はい、今のところに戻るまでカット。はいはい、落っこっちゃったところの上まで戻ってきましたね。このゲーム無駄橋でやるときついね。じゃあ行きましょうか。はいはい、ちょっと一個ずつ慎重に降りていこう。ここか、ここだ。地の力を欲するなら大地の力を。で、どこ？大地の力を持つ竜を倒すべし。アースドラゴンか。おい、あれ順番合ってるこれ。あー、ていうかそっか、ここヒントもらえるだけか。今のだって大地のドラゴン倒したもんね。倒したよね。うん、倒した。これは完全に石碑さんに事後報告ですね。大地のドラゴンを倒しましたよっていう報告を来ましたっていうことで、はい、次のヒントのところまでカット。はい、次の石碑まで戻ってきました。真の力を欲するなら天地の力をここに掲げて試練に打ち勝つ。真の力をそうすれば優秀で。あ、はい、新天地の玉に手に入れたって。なるほど。ということは、そしてここに落ちるわけですね。最初ストーンって2人で、クミと2人で落っこったところにピョーンと落ちて、光ってる場所、光ってる場所、あの落とし猫の。よしよしよし、はい、光ってる場所があるはず。こっちですか？こっちのあそこですね。あれが光ってる場所。さあ、光ってる。光ってる。この下を取り込みます。ボスとの戦闘を。で、ここでボスか。来たー、ボス。来たー、誰だろう。変身。変身はしない。しないね、わー、大きい。大きい。巨人だ。なんか色的に火属性が効きそうだね。確かに色的にそうだね。うん。ヒアボーンではじゃないよ、これ。行くぞ。どっち？左足、右足。じゃあ、右足で。あ、ほんとだ。金属性効く。わかりやすいね。うん。97。あ、もう倒れちゃった。じゃあ、頭いきまーす。96。頭いきまーす。コンボ。99。すごい、誰か100。95。やっつけた？やつけない？おー、ナイス。今日ソーラ大活躍。ドーン。それで？貼って威張った。最初の人のところ戻ればいいんだ。うん、一
断る。断りの玉を手に入れた。それで依頼人のところに、はい、戻ればいいんですね。戻ればいい感じですね。こっちかな。走るねこのゲーム。これは疲れてしまうと寝落ちするな、ちょっと。だね。あれ？いいかい？画面がへ、あ、それ逆。あ、逆だ。降りてっちゃった。はい、依頼人の元に帰ってきました。すごい走るねこのゲーム。はい、丸出してますね。では依頼人に答え、おお、これが長年夢見た断りの玉か。なんと綺麗じゃ、感動じゃ。ご本、お前さんには何とお礼を言ったらいいものか。ありがとう。達成しました。達成、イエーイ。はい、イエイ。これちょっと歩ったから、もしかしたらランクが。クエストの8割方走ったな。そうだね。ちょっと怖いところ。あ、 A か。まあまあまあ、とアイテム回収して、で今度開けるダメだよ、帰っちゃう。あ、そうだね、ストックアイテムいただいてと。はい、丸するの？丸します。はい。はい、今回はいっぱい無駄走りしましたね。ちょっとみんな眠いからテンションが下がってた。今12時だもん。若干眠くなっちゃって、次はちょっともうちょっと元気いい時間にやろうね。そうだね。そうだね。結構楽しかったよ。楽しかった。はい、石碑なんだっけ？なんかわかんない、フランダース犬のなんか名前が似たようなところで冒険しました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。おっきく丸、バイバイと丸丸。